2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生、三越葉博。無残な他殺体となって発見された彼のその人物像が、矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越葉は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。星稜高校2年2組の。え？あの、ちょっと下がって。お前ら覚悟しろよ。後できっちり説明してもらうからな。返事はどうした？手貸すぜ兄さん。え？一人でよく頑張ったな。誰？通りすがりのヒーローだよ。いやっていうかどっから出てきたんだよ。店ん中から見てた。あのさ、マジで危ないんで。遠慮すんな。ここは俺に任せとけって。いやちょっと、お前ら、言っとくけど俺はこの兄さんより腕が立つぞ。礼ならいいよ。ああ、おかげで連中が誰か分からずじまいになったよ。ああ、失礼。あの、何か待ち合わせだったんだけど、ちょっと2階見させてもらうよ。先生、無事ですか？もう一人誰かここに？ごめんなさい、やっぱり私何もお話できることはありません。待ってください。何があったんです？何か言われたってことですか？ここにいた誰かに。知らない女の人でした。サングラスをかけた。その人はなんて？三越葉くんの件には関わらない方がいいって、あなたにもそう伝えるようにって。俺にも？ええ。もし断ると言ったら？その時はこれを渡すように言われました。これ芝ですか？ごめんなさい、私やっぱり。待って。わかりました。
ならせめて家まで送ります。やめて、もう関わりたくないんです。明日学校に来ても私には近づかないでください。何のお力にもなれませんから。そいつはハンピン・リューマンの白面だ。あいつらは金次第で暴力を受けよう。雇われの兵隊ってこと？そう言ったろ。で、俺にまだ何か？俺はこの町じゃちょっとした顔でね。でも兄さんは見かけたことがない。なんであんな連中に目つけられた？心当たりは？一応あるよ。あんたに話す気はないけど。釣れないな。さっき助けてやったろ。便利屋？桑名だ。厄介事なら相談に乗れる。金さえ弾んでくれりゃ警察に言えないような案件でもな。別に俺やましいことなんてないし、その手の仕事ならこっちもプロなんでね。なんだよ、同業者ってことか。こっちは探偵だよ、神室町の。なんだよ。よそ者のご同業が地元で騒ぎを起こした。あんたが俺の立場ならどうだ？せめて頭下げてもらおうって思わないか。名前を名乗ってこの度はお騒がせしましたって言うだけだ。この町の便利屋さんっていうのはそんなに偉いのか？礼儀を教えてやってんだよ。これが礼儀の教え方か？名刺の渡し方もなってね。今の避けたのは褒めてやる。おかげでこっちも火がついた。なんとむごい。この写真を沢先生も見たのですか？そう、すっかり動揺しちゃって話を聞ける状態じゃなかった。その写真をよこしてきたって女はまず間違いなく三越芝殺しに関係してる。つまり江原の仲間か手下だった可能性が高い。それがハンピン・リューマンを雇って矢上氏を襲わせたのですね。そして三越芝の件から手を引けと言ってきた。波の探偵ならビビって言う通りにしてたかもな。でも連中はなぜ矢上氏が邪魔なのでしょう？三越芝殺しを嗅ぎ回られたくないということで。それなら警察の捜査の方がよっぽど嫌なはずだけど。確かに警察が動いているのに矢上氏の調査だけ止めても意味がないですな。だから多分連中が本当に脅したかったのは俺じゃない、沢先生だ。4年前に江原敏郎が自殺した時、彼女三越芝のいじめを責めてたらしい。だから俺は何が本当なのか先生に話を聞くつもりだったんだ。でも連中はその辺に触れさせないようにしたかったかもしれない。だとすると敵の脅しは効果的でしたね。おかげで沢先生は貝のように口を閉じてしまいました。大丈夫、まだこっからだよ。それに連中だって一つミスったろ。え？ギャングに追っ払わせるつもりだった探偵がかえってこうやる気出しちゃってんだから。なるほど、それは随分大きなミスを犯しましたね。その夜、偉人町で見つかった死体の身元がテレビやインターネットで報じられた。これで清涼高校の誰もが三越芝博の死を知ったはずだ。あの学校の中で世界は一変したと言っていい。